疲れたな。みんなちょっといいかな。これから先のことなんだけど。渡月に行くかセーランに行くかって話だよね。ああ、でもセーランはニューヒムカとはあまり変わらないんじゃないかって思うんだ。あのアンプルのことを考えるとさ。だから思い切って渡月に接触してみようと思う。それは渡月へ亡命するということですか？いや、ただ逃げ込むってわけじゃないよ。渡月がどんなところかもわからないし、ただ宗教自治区として独立を保ってきた場所らしいし、スオーやセーランにはない情報があるかもと思って。俺は親父や兄貴と違ってこの国の政府、この国の本当の姿を何も知らないで生きてきた。多分今も知らないことの方が多いんだと思う。だから知りたいんだ。そのために少しでも新しい情報を得られる可能性があるなら行動したい。どうかな？隊長に同意だ。アジトは安全かもしれんが、このまま息を潜めていても事態は何も変わらんからな。それに外部から独立しているなら、ユイトがスオーやセイラン、カサネに狙われる危険性も低くなるだろう。どんなところかわからないけど、行く価値はあるかも。やや消去法的ではありますが、スオーやセイランからこれ以上情報が引き出せないのは確かですしね。それに僕もこの国の謎に挑む者の一人として、渡月には興味があります。兄さんの真意にも。ねえ、実は渡月について思い出したことがあるんだ。前にね、うちのおじさんが仕事で渡月と取引をしてるって話してたことがあったの。おじさんの？海抜群病院とってことか。うん、独立都市って言ってもビジネス上の取引なんかは普通にあるみたい。取引って何を？確か食料とか医療品だって言ってた。今も続いてるのかわからないけど。おそらく取引内容はそれだけではないでしょうね。海抜群病院が絡んでいるとなると、超能力研究や怪異化技術に関わるような何かだろうな。なんか渡月もちょっと怪しいよね。もとより多少の危険は承知の上だ。虎穴にいらずんば孤児を得ずというやつだろう。うん、俺もそう思う。花火、大事なことを思い出してくれてありがとう。おかげで慎重に行動できるよ。花火、一緒に渡月に行くよね？もちろんだよ。別におじさんと取引してようが私には関係ないもん。むしろ悪いことしてる連中ならとっちめてやらないと。いきなり喧嘩腰というのはどうだろうな。心意気だよ、心意気。花火が一緒でよかった。花火が一緒だとあったかくなる。え、そう？ムードメーカー的な。渡月は雪深い山中にあるそうですからね。核能力目当て？さて、我が隊の目標は決まったようだな、隊長。あ、そうだな。じゃあ渡月に向けて出発だ。家の山か。雪と氷の世界だな。